どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。強さとは何か、それをこれまで長く格闘技武道に携わってきて考え続けてきました。そしてようやく20年以上の時を経て、その輪郭がぼんやりとなんとなく浮かび上がってくるものがありました。その一端を皆様にお話ししようというこのシリーズ、前回私はその強さを語る上で重要な大前提ともいえる5つの要素についてお話しさせていただきました。今回はそこからさらに進んで、その要素、それがどのように強さに絡んでいるかを語らせていただきたいと思います。まず最初、皆様もおそらくはご想像の通り、パワーが第一になるのは言うまでもないかと思います。基本的にはここにあまりの差があった場合は挽回することはかなり難しくなってきます。そしてそれに伴い打たれ強さ、その2つを持っているということは強者と足りうるに必要最低条件とも言えるかもしれません。それ以外がどれだけ優れていようとも、パワーと打たれ強さに大きな隔たりがあった場合、手数を出そうとも一発でひっくり返されてしまい、そこを避けて通ることは基本的にはあまりありえないという結論に至ってしまうかもしれません。大山摩擦が極真空手においてフルコンタクトルールを提唱して、蚊の鳴くような戦いではなく鷹のように一撃で、ある意味では爪で引き裂くような戦いを、そのような胸のことを話されていたことを思い出します。それゆえなのか、極真空手の機関誌は最初現代空手マガジンという名前だったのから、途中からパワー空手とその名前を変えました。しかし極真空手のそのお題目通りに、一撃必殺を目指してパワーを重点的に鍛えた、その先には実は分かれ道があったりします。極真空手の門戸を叩き、一撃必殺を目指して、しかし誰しもが一撃必殺のその境地に至れるわけではないという現実にぶち当たってしまうのです。一撃必殺に至るためには、狙う、そして当てる部位によるダメージの違い、間合い、タイミング、さらにはその技の習得がどこまでできるか否かのセンス、さまざまなものを問われることになります。上段、つまりは首から上には打たれ強さを鍛えることは難しく、それゆえに当てれば倒すことが可能に思われる方も知れませんが、上段に当てるには柔軟性がもちろん必要で、さらには体重を乗せることも腰を入れることも難易度が高く、当てて倒すとなるとそれは誰にでも至れる境地ではなかったりします。そして中段への攻撃も、知っての通り通常の突きで効かせることは難しい。実は溝落ちや肝臓などの攻撃は誰しもが狙っているので、さらには上段への突きが許可されていないのも相まって、なかなか普段の打ち合いでもお互い実は警戒しているので、きちんとさばいたり避けたりして当てられないようにしているというのが実際だったりして、胸の攻撃やそれ以外のパンチは意識がそこに集中していることもあって、なかなか効かせることは難しかったりします。中段への蹴りはやはり先ほどと同様に上段への突きが解禁されていないために、常に脇を締めて備えているため、直撃させるのは容易ではなく、そして下段への蹴りは皆そこが狙い目だと分かっているので、スクワットなどで鍛えに鍛え、さらにはすね受けや筋肉ブロックなど対策が確立しているので、そうそう倒す倒されるは起きにくかったりしています。皆が皆聖剣の一撃、蹴りの一発、それで相手を倒せる場で願うのですが、しかしその境地に至るには才能に恵まれ、努力を欠かさず頭を使って創意工夫を重ねたほんの一握りの人間だということに気づかされることになります。ここで失望し絶望し諦めてしまうのは実は非常にもったいなかったりもしているのが本当です。なぜならば極真空手というよりは武道格闘技、その世界においてこの考えに、この現実、そこに至ることが実は最初の出発点だったりするからです。
ただなんとなくやるのではなく、強さを求める場合は、ある意味では誰しもが通る道と言えるのかもしれません。適正不適正があり、誰しもが自分が望む完璧なものを得られるわけではない。そこを知って諦めるか、その上で自らが望む道、それに準するもの、もしくは求められるもの、そこに向けて普段の努力を続けられるか、それともそれなりになんとなく惰性で続けてしまうだけなのか、差が現れるとするのならば、もしかしたらそこなのかもしれません。そして体格に恵まれパワーがあり、打たれ強さを兼ね備え、それに身を任せて相手を蹂躙し勝ち星を重ねていた、そんな人間にもやはり同じように壁が現れる時が訪れます。世界で最も大きくパワーがあり、最も打たれ強いでもない限り、勝ち続ければ自分よりも上回る人間にぶつかり跳ね返され、余震は世界最強クラスのそれらの要素を持っている人間も工夫せず努力しなければ、それは一本調子となり、やはり同じようなレベルの人間とぶつかった場合に、相手が工夫して努力していれば同じくその差によって跳ね返され、破れ去る時が訪れます。まずはパワーおよび打たれ強さが出発点であることは間違いないのですが、そこから先の工夫こそが、ある意味では小さきものが大きなものを倒す、小欲大を制すの武道の本領発揮と言えるのかもしれません。そして次に目が向けられるのが、一般的にはスピードと言えるでしょう。パワーとスピード、その2点は世間的に考えても強さというものを表すバロメーターとしてよく用いられ、実際スピードというものはどんな格闘技やスポーツに疎い人間にも分かりやすくその強さを伝えてくれます。事実としてどんなパワーも当たらなければ意味がないという言葉があります。それは真実であり、ある程度のパワーを備えてさえいれば、多少の差はそのスピードによって充足することが可能です。相手が一発当てる間に2発、予報との差がない限りは2発当てている方に勝負の女神は微笑むでしょう。ダメージ量としても手数で補うことは理にかなっていますし、さらに単純に一発の破壊力も飛躍的に向上させることが可能です。大山マスターズが述べる破壊力の理論というものに、握力、つまりはパワー破壊力は、パワー×スピード×体重と述べていた事実もあるように、スピードというものは単純に威力に掛け算でその恩恵をもたらしてくれます。さらにスピードが上がれば、逆に相手の攻撃をさばいたり回避したり、そういったことにもつながるので、パワーや打たれ強さに頼っているか、スピードにも目をつけているか、そこには一般的な思惑以上の違いがもたらされていると言っても間違いではないかもしれません。最初に述べさせていただいた5つの要素、それが一体実際修練を重ね強さを求める場合はどのように関係してくるか、まずは出発点、パワーと打たれ強さ、その最低必須ともいえる関係性、そこからさらに上に向かう、もしくはその差をひっくり返すために創意工夫、その筆頭条件としてスピードが関わってくる。今回はまずそこまで述べさせていただきました。次回はさらに先へ進んで、見果てぬ一撃必殺の境地、それを追いかけ続けていきたいと思っております。ですのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。